ヤホヤホ、うたちゅです、本日はですね、はい、こちらです。では、オープンポーカーゾーン略して JOPD というわけで来ました、JOPD で、なんと今回はですね、見てください、コンパニオンで参戦しております。初コンパニオンなんです。大丈夫かなって感じなんですけど、さすがにそのポーカー の知り合いの方もすごい増えたので、声かけたりとかね、自分から声かけたりとかで一緒に写真撮ったりとかたくさんできると思いますので、楽しんでいきたいと思います。では行ってきます。うだちーチャンネル、はい、というわけで始まりました。 JOPT ロックポケからスタート、セットがササディですね、オールインにコールされました。私はですね、もちろんセットなので、うだちウィーンということで、はい、幸先ですね、頑張っていきましょう。はい、会場はこんな感じになっております。すごい広い、もう大迫力大盛況でございましたね。楽しいです、この雰囲気だけでも楽しいですよね。はい、続いて私はキング10オフ、なんとトップヒットラッキーでもエースが落ちちゃったんですよ。うわーマジかーって思ったんですけど、まあ、ここで、まあ、エースチェックだったんで、ベットします。はい、勝ってるでしょうということでフォールドされちゃいました。まあでもでかいですね、1万5000のポット獲得です。はい、ここでですね91人になりました、もう半分以下になりましたね。キングクイーンオフです。はい、なかなか私はこういうハンドで勝つと結構気持ちいいんですけど、意外とローボードなのでどうしようかなって思うんですけど、キングハイですね、キッカークイーン、まあ、相手も当たってなさそうだったので結構強めのベットをします。8000のベット、はい、相手はマックでフォールドということで、うだちウィンでございます。よかったねうだちはい、だんだん少なくなってきました、81人。エースクイーンオフです。こういうハンド、こういうハンドはね降りたくないですね。ベット8000、はい、オールインでした。相手はクイーンナインオフ、まあ、ショートだったんですねきっとね。はい、私はエースがペアってナイス、こちらもナイスでございます。ブレイクです、今ブラックチップバウンティーが235人だったんですけど79人になって、なんと私、はい、バウンティーチップゲットしました。一応79人からねバウンティーチップが配られて、それで1人飛ばすごとにこちらがね手に入るっていう形になっております。でこれがね何枚たまるかなっていうやつでございますね。はい、そろそろブレイクが開けるので、また頑張っていきたいと思います。はい、もうすぐブレイクが開けます。私はですね、じゃあ今ちょっと分かりづらっ、はい、こちらですね、だいたい今 6万点ぐらいなので、アベレージが8万9000ちょいなので、ちょっとアベレージより下なので頑張らなきゃなっていう感じでございます。まあ、20BB は、ね、切らないように、さっきずっとショートだったので、ちょっとまあ頑張りたいと思います。はい、53人になりました、頑張れうたちということでですね、ここから気合い入れていきたいんですけど、はい、ショートになりました、いつも通り頑張ってうたち、オールイン勝つんだ。はい、なかなかのショートなんですよねこれ。BB アンティがねもう6000になっちゃってたんで、2万点のオールイン、だいぶショートになっちゃいまして、大丈夫だち、あんま強くないぞこれあんま強くないんですけど、でそういう時に限ってですね、なんと4プレイヤーズです。これはおあたにえん終わりました。はい、フロップ開くとクイーン9、5、レインボーですね。何も当たってません私、大丈夫大丈夫、でもエースあるしみんな降りてくんないかなと思ってたんですけど、何やらですね SB の方がですねチェックで回して、ハイジャックの方どうなんのと思って、2万5000のベット来ました。これは何かある、これは
ょう。これポットも9万2000円だからね。しかもなんかちょっとバリューベッドっぽい感じすごくないですか、この絶妙な4分の1ベッド。これは新バリューっぽいね。新バリューっぽいです。はい、最悪です。はい、だから、リバーターンリバーでエース落ちてと思っておりますね。ボタンの方フォールドしました。ナイスです。SB の方考えております。お願いだからフォールドしてほしい。お願いだから、お願いだからフォールドしてほしい。こういう時ね、皆さんチェックで回すんですけどね。はい、なんとハイジャックの方が2万5000のベッドということで、多分価値格って思ったんでしょうね。泣いちゃいそうです。泣いちゃいそうです。でも私はこの時間何もできないので待っております。はい、ポットがどんどん膨らみますね。はい、次のターンのカードは、はい、開いて、エース来たよ、来た、エース来た、はい、エイトでーす。もう全然エース来ないじゃん。ということで SB の方オールインということで、嘘でしょ。そしてハイジャックの方オールイン、こう、あ、終わった、これは終わったよね多分ね。はい、開くと、クイーンジャックスートとテンナインスートということで、クイーンヒット、トップヒットしてもりましたね。最後ね、シックス当たったんですけど、全然関係ないね、これね。うだち散りました、残念。はい、というわけでブラックチップバウンティー飛んじゃいました。まあでもなんだろう、バウンティーのバブルっていうんですか、まあ、一応バウンティーには慣れたので、79人残った時点でバウンティーが始まるんですけど、一応そこには入れたということで許して。いやー、でもいつもなんか中途半端な順位で多分飛ぶのにはなんか原因があるんだろうなと思って、ちょっとね、大先生にですね教えていただいて、あのポーカー上手い人にちょっとね改善していこうかなと思います。でもね、楽しかったな。やっぱ JOPT って楽しいですね。やっぱたくさんの人がいるし、本当にね、知り合いの人もポーカープレイヤーも増えてきて、あ、こんにちは、こんにちはみたいな感じだったんで、すごい楽しかったです。面白いですね。ちょっと今後もね、あのいろんな大会に出て、そろそろね結果が欲しいなと思いますので、ちゃんと結果がついてこれるように頑張りたいと思います。ではでは。